まずはじめに、アジです。三枚おろしにしたら、表面の水気を拭いてください。そして、両面に軽く塩を振っておきます。この状態で5分ほど置いておきましょう。続いてミニトマトです。ヘタを取ったら半分に切っていきます。続いてルッコラです。 根元の部分を切り落としたら4センチほどの長さに切っておきます5分経ちましたこのように表面に水分が出てきたらしっかり拭き取っていきましょうここが今日のポイントですこのように魚の水分を出して生臭みを取って旨味だけを閉じ込めるようにしていきますしっかりと水分を拭き取ったら一口大に切っていきます 皿の下にまず小麦粉を薄くひきますそして魚を並べて上からまた小麦粉を振って粉をつけていきますしっかりとつけて余分な粉ははたくようにしていきましょうフライパンにバターを入れて半分ぐらい溶けたらアジを皮目から焼いていきます火が強いと焦げやすいので中火でゆっくり焼いていきましょう このように周りが白くなってきましたここで裏返していきます裏返したら空いたところにミニトマトも加えて火を通していきます皮目にほんのりと焼き色がついたら火を止めていきますドレッシングを作りますバルサミコ酢にオリーブオイルを加えていきます ベビーリーフとルッコラをよく混ぜ合わせていきますサラダを器に盛ったら先ほどソテーしたアジとミニトマトを盛り合わせていきますこのようにベビーリーフ、アジ、ミニトマトを盛り合わせたら先ほど混ぜ合わせたドレッシングをかけていきます仕上げにパルミジャーノ そして黒胡椒を振ってお召し上がりください。ふっくらと焼き上げたアジの旨、味とバルサミコ酢の香りが効いた一品です。パルミジャーノチーズの塩気が素材の味をより一層引き立てます。